カン先輩とカンの先輩に呼ばれてそっちに向かった。カリンはナナセたちと一緒にケーキを食べていて、ローラだけがこっちに来る。おお、なるほど、あれか。やっぱ新しいキャラクターってのはやっぱどん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 他の子に絡んでかんとね、モブみたいになっちまうから、せっかくね、あのメインとして参入したんに。なるほど、面白いね。今年はアンも池永くんもゆっくりとクリスマスを迎えられそうね。去年まではなんか大変だったんか。去年うちと後輩はほんと忙しかったですからね。兄さん、去年もここで皆さんとクリスマスパーティーをやっていたんじゃなかったんですか？いや、去年はバイトしてたんだよ。俺そこのアン先輩が俺とそこのアン先輩が同じ喫茶店で働いてて、昼は喫茶店だけど夜はディナーやってて、なクリスマスには特別メニューもあって、それがまた予約でいっぱいになってな。去年モデロールで食べたビーフシチュー美味しかったわ。今年はメニューにもなかったのが本当に残念ね。そんな感じで俺たちはバイト、菅野先輩はお客さんとして来てたんだ。そしてあの日のことを思い出すと、俺とアン先輩が思わず遠い目をしてしまう。やっぱあのクリスマス時期のケンタッキーって死ぬほど忙しいからね。あれと一緒な、あれ以上だろうな。だからケンタッキーの場合はほら受け取りで済むからさ。ね、とにかくもうね、なんだろう。頭を空っぽにして、遠い目をしながら、ね、チキンをあげるだけだからさ、まあいいかもしれんけどさ。喫茶店とかになってくるとまた話変わってくるからな。出して下げて作って。うん。そんな思い出すだけでげんなりするほど去年は忙しかったんですか？あと確か それなりに広かったからな、あの喫茶店。多分後で出てくると思うけど。あれはな、少なくとも3人で回す仕事量じゃなかったよな。3人マジュさんが、あ、マジュさんっていうのはそのね、あのアナザーストーリーで出てくるヒロインですよ。もうまだヒロイン、サブヒロインがおるわけですよ。が料理に専念してたから、他の仕事を俺とアン先輩の2人で大体全部やりましたからね。そうか、出汁引き洗い物全部か。やっべ、掃除もか。3人で大変なほど広いお店なんですか？広さはそれほどでもないんだけど、ディナーはちょっとしたコースだから順番とかあって、普段と違うから慣れてなかったってのがある。あとケーキのテイクアウトもあったからな。普通にケーキだけ買いに来るお客さんも結構来てたよな。 お店に来てたのがほとんど常連さんばっかりだったから、なんとか見逃してもらえたというか、見守られてたというか。思い出してもわたわたしてたなと自分のことながら思う。そうね、有森の卒業生や地元のご夫婦だったり、こう後輩や学生が頑張ってるのを温かく見守ってゆっくり過ごしてたわね。その日ばかりはお客で来てる純子先輩を心底羨ましいって思いましたよ。なるほど、こちらの可愛い先輩と一緒にお仕事が忙しかったからバイトにかこつけてイチャイチャしていたわけではないんですね。お、ちょっと妹センサー働いたな、義妹とはいえ。義妹とは妹センサー働いたな。イチャイチャとか、そもそも仕事中にそんなことするわけないだろう。そうね、アンも池永くんも真面目だから。その言い方はなんか怒ってほしい人の言い方なんだよな。その言い方はなんか怒ってほしい人の言い方なんだよな。大丈夫か、おい先輩。ちなみに、ちょっと、なるほど。まあ、ごめんなさい。ちょっと先進めるわ。いかにも真面目そうな菅野先輩のフォローに、ローラも余計な誤解はしないでくれたようだったけど。はい、これ。その時の様子よ。左側にいる、ローラ。ちなみに、この左側にいるローラですが、この身なりをしておいて、バスト88センチ。ウエスト 58.8 センチ、ヒップ 84.3 センチでございます。はい。意外と、見た目以上にサイズ的にはちっちゃいの。
通に100は言い過ぎかもしれんけど90代あると思っとった。ちなみにさっき映っていた、桜田杏先輩なんですが、バスト、101センチ、ウエスト61センチ、ヒップ 86.3センチでござんす。はい、すごいね。これで13センチ違うんだ。別な。でもあれか、藤子ちゃんボディってやつか、俗に言う。もう分からんだろうな。おじさんだったら分かるかもしれんけど、今の子たちってもう藤子ちゃんボディとか言われても分からんやろうな。うん。確か、バスト88、ウエスト、55、ヒップ、何だっけ、ゾロ目なんだよな、確か。え、それドラえもんやったっけ、なんかあるんだよ。そのね、ヒップ77だったっけな。だそのゾロ目でね、藤子ちゃんの3サイズがね、本当にボンキュボンみたいな感じなのよ。うん。そういうのがあるから、まあ、余談でしたね。缶は9台。2、4、6、8、9。あ、メインキャラクター9人なんだ。ごめんなさいね。あ、そういうことか。11、12、13。あ、そうか。メインヒロインが9人なんだ。へぇ。そうなんだ。妹、ローラ、姉妹、3人、1年生3人、アン、貞本。貞本は後ほど紹介するわ。どうせ出てくるし。で、純子先輩、さっき言った魔女さん、で、トストア子が、サブヒロイン。2、4、6、8、9、9人。9ヒロイン。13ルート。まあいいさ、続けましょう。ごめんなさいね、余談ばっかり。なんて思っていたら、菅野先輩がスマホの画面をローラに見せていた。やっぱ撮影しとったんや。もうてんてこまいなやつを撮影しとったんや。そういえばお店閉めた後に魔女さんと一緒にお店の中の様子とか撮ってましたね。そうだな。まあ義理の兄がクリスマスも真面目に働いてたって証明になるのはいいのか。こんな部分を取っていればいいんだけど、このね、あの先輩ってのは一癖も二癖もあってね、こんな真面目なところを撮影しとるわけがないじゃないですかと。なんて、アン先輩と俺がみんなで買ってきてしまって大量にあるケーキを食べながら去年のことを話してたんだけど。あの兄さん、喫茶店って言ってましたけど、どんなお店で働いてるんですか？格好か、格好なのか。ローラが見てるスマホの画面に気づく。そこには閉店の後にぐったりしているアン先輩と俺が映っていた。可愛らしいメイドさんがいらっしゃるお店なんですか？へえ、なるほど。それが当たり前すぎて、メイドさんのいる喫茶店が初見でどう見えるかどうか、すっかり抜け落ちていた。しかも画像の先輩は角度が際どい。誤解だ。いや、誤解じゃないし、それは確かにうちと後輩なんだけどな。101センチ。確かにでかい、確かにでかいな。確かにでかいな。なんかそれっぽいのは制服だけで、あとは終わり。ごめんね。って言ってて嘘くさいというか、純子先輩、この写真なんですか？そうか、後々出てくると思うけど、あの喫茶店の服に関しては出てこんか、3出てこんかもしれんな。まあ際どいわけさ。気になる方はアイキスの1のパート10、4か5、もしくはアイキス1プラス2の実況の動画のいくつやったっけな。パッとは出てこんけど、パッとは出てこんけど、まあ要所要所に出てきますわ。パート40、50まで、54まであったら、パート40、パート49とか。あの辺りにあのメイド服姿の、先輩とかが映っとるんで、49はあったっけな、46とかだったかもしれん、はい、見ていただければ。いつの間に撮ったのか、アン先輩が胸をカウンターに乗せてぐったりしながら横の俺にちょっと寄りかかってる写真だった。すごいな。くれ CG でくれ。何って、オーナーとアリサさんにクリスマスの報告するから何枚か撮っておいてってマジさんに頼まれたのよ。確かにあの時はそんな話してましたね。
基本的にあの店は店員の撮影はなしなんだけど、撮る時にそういう話をしてたなと思い出す。そして疑うような目をしているローラの方を見れず、周りに助けを求めてしまう。確かにメイド服のアン先輩はかなりエロかわいいし、そういうお店かななんて私たちも最初は誤解したけど、机の上に胸を乗せてその上に顔乗せてもまだ余剰があるからな。やめろ、うちは卒業まであの店でまだ働くんだぞ。エロいとかそういう目線の話をするなよ。まあバイトを始めた時はギリギリ収まってた気がしないでもないけど、それから成長しているし、今は収まってるかっていうと審議ね。やめてください。いや本当、ほら後輩だってメイドがどうだなんて義理の妹に指摘されるまで意識してなかったレベルの話ですよ。正直それも私にとっては驚きなんですけど、いくら慣れたとはいえこれを義理の妹が見たらどう思うか分かりませんか。そう言ってまた別の仕事が終わって伸びてるアン先輩の写真を指さす。普通にカウンターの上で胸が潰れて上の方がこぼれそうな写真になっていた。まあまあその辺は後でレン君と話してもらうとして、お店はアン先輩以外は健全な喫茶店なんで。おいこら姉の方、うちが不健全みたいな言い方やめろ。ちなみにこれあのメイド服を着ると時給が上がるんですよ単純な話で、そういうコンセプト喫茶とかそんなんじゃなくて、まあ他の店員は別に普通にアルバイトやから普通の作業着というかあの仕事着があるんだけど、メイド服を着ると、時給が上がりますと。でアン先輩は慢性的に金欠なんで、それを着とるっていう一応その背景がありますけれど、ヒナも菅野先輩も誰もアン先輩のフォローはしないで何も言わなかった。ちなみに今日用意してあるオードブルはレン君たちのバイト先からテイクアウトしてきたやつです。ささーん、どうぞ一口。アヤがそう進めるとカリンが手を伸ばした。お、やってきた。厚めのハムに粒胡椒が添えてある一口サイズの前菜にカリンが目を丸くする。え、おいしい。メイドさんもいてこの味は。メイド喫茶じゃなくてお酒が飲める大人の高級店ですか。誤解を加速させるな。ご飯の美味しい喫茶店でちょっとメイドさんがいるだけです。これあれやな、ほらさっきさあのこの話の冒頭にカリンは別のとこに行ってましたって話になったけど、なんやかんや言ってこうやってあの双子だったりとかね、だってもともとはほらね、アン先輩と純子先輩のところにローラと一緒に行ったっていう体だったのに、こうやってあの他のキャラクター他の人物もやいにやいのと、会話に参加してくるわけじゃないですか。まあそこで気になってる人がおったらあれなんですけどね、こんだけヒロインがいっぱいおったらまあ会話がこんなことになるわけですよね、ごちゃごちゃ。そこにその場におったらもうみんなでどんちゃんどんちゃん関係なくわーって参加してね、あの賑やかな会話になるわけですよ。まあそればっかだとどうしてもね、やっぱりそのね、誰か一人を決めなくちゃいけないっていうゲームではありますから、ちゃんとあの個人ルートっていうのがあります。こうやってみんなでおって賑やかにワイワイガヤガヤね、楽しくするっていうパートもあるし、ヒロイン個人個人、例えばカリンだけと一緒に、何か勉強を教えてあげたりとかね、あのカリンほら B クラスだからさで勉強を教えてあげたりとかね、あとは他のルートにもあるんだけど、なんかその先輩と旅行に行ったりとか、うん、だから純子先輩、魔女さん、トストワコ、この3人が、メインヒロインからサブヒロインになったっていうので、一応語弊はないんかな、7割くらいは合っとるかなっていう感じなんだけど、今回メインの話に絡んでこんくて、けど、特別にその個別に旅行に行きますみたいなあのアナザールートみたいなのあるんで、もちろんその個人と個人個人の掛け合いというかね、いたこらさっさを楽しみたいっていう人はそういうのもありますんで、別にそのね、あの気に病む必要はないです。はい、行きましょう。ごめんなさいね、本当にちゃちゃばっかり入れて話が進まんね。確かに美味しいですね、このスモークサーモン。もしかしてお店で作ってるんですか。そうだよ、ただスモークはちょっと時間がかかるから、イベントの時の限定メニューでいつでもあるわけじゃないのが惜しい。去年の仕事終わった後に出してもらったまかないのスモークチーズ、めちゃくちゃうまかったよな。
な。スモークサーモン作るときに魔女さんが一緒にスモークした自分たち用の燻製がまた美味しかった。というか、レオ兄ちゃん、去年のクリスマス働いてたって。デートの予定とか一緒に過ごす彼女さんはいなかったんです？おう、こんなに女がおって特定の女がおらんっていうのは確かに。こんなに周りに女がおって特定の女がおらんっていうのはさすがにな。むしろこのなんだろう、部屋の外に女がおったらそれはそれで大問題だけどな。あ、だからな、シンプルな悩みだな。うん、いいと思う。クリスマスは他に人がいなくて時給が良かったから。いやー、うちもクリスマス商戦でがっつり絞り取られた後だったからな。おかげで無事に年を越せた。微妙に話をそらされてる気がしますけど、そんな忙しいなら今年はお店大丈夫なんですか？大丈夫、その辺確認してあるから。今年はケーキを食べてチキン食べて友達と一緒に過ごす。こんなクリスマスらしいクリスマスを過ごしたのって何年ぶりだろう。唐突にそういう突っ込みづらいのぶっこんでくるのやめろ。確かになんか家族だって、ここにおる人たち全員家族以外とクリスマスを過ごしたことは多分ないからな。うっかりつぶやいてしまったらアン先輩に怒られてしまった。